はい、清田です。今回皆さんにご紹介したい商品はじゃじゃーん、カゴメさんの野菜生活100と見たことあるんじゃないかなというふうに皆さんね思うんですけども、あのコンビニさんとかね、お店、まあ、スーパーさんなんかでも並んでるのを見かけることがありますけども、ね、まあ、よくあの私も飲んだりします。実はなぜカゴメさんの野菜生活100を皆さんに今回ご紹介するかと言いますと、ずらしてきますよ、ほらどっかで見た文字が三重ということで、実は今回三重県産のセミノールの果汁を使ったカゴメさんから野菜生活100という商品が発売されました。これですね、実はセミノールということで、これもみかんなんですけども、まあ、酸味があって、まあ、すっきり爽やかということで、まあ、全部じゃなくて、まあ、いろんな野菜と組み合わせて三重県産のセミノールも、まあ、使われている野菜生活100なんですけども、こちらの方ね、実はなんと三重県だけじゃないんです。発売が実は全国発売ということで、三重県以外の方も今だったら手に入れることができます。で、なんかだんだんこうテレビショッピングみたいな喋りになってきてますけども、もちろん私はここで販売してるわけじゃないんですけどね、こちらの方でぜひですね、皆さんもこういうものをね、こういうものっていうかこの商品を見かけたらね、野菜生活、あ、顔じゃなく、そう、ちょっと待って、ちょっと待ってください、あ、三重県産これだということで、ぜひですね見ていただければなと思うんですけども、選んでいただければなと思いますが、実際にですね、私これを開けてっていうか飲んでみたいと思います。まあちょっとですね、あの普通であれば、まあ、ここに後ろ裏にね、あのストローついてますから、抜いてもらって刺して飲んでもらえば手軽に飲んでもらえると思うんですけども、今回は皆さんにちょっと中身どんなのかなっていうのを色でこうねご紹介したいということで、ちょっとあえてハサミっていうか中を出して見てみたいと思います。ちょっとお待ちください。よいしょ、これか、じゃん、はーい、ちょっと皮を入れますね。よいしょ、こんな感じです。中身や色は、まあ、あのオレンジ色ではあるんですけども、あの正直に言うと、あの果汁はこんなに黄色じゃございません、うん、ただあの野菜生活100という商品なので、他にもいろんな野菜が入ってます。野菜ジュースですよね。その中にこの中に三重県産のセミノールが入ってますということで、色は見ません。香りはそれでも、うん、どうなんだろう、香り自体はあの、あ、野菜っていう感じじゃなくて、本当に、まあ、柑橘でミカの香りやっぱりしますね。あ、結構ね香りします。野菜臭いなって言い方怒られちゃいますけど、そんなんじゃなくて全然いい香りですね。実際飲んでみます。野菜や、全然野菜ですけど、でも全然美味しいというかですね、まあ、この中にいろんなものが、まあ、野菜類も入ってますけども、三重県産のセミノールも入ってるということで、すっきりですね。味が、他にも私よくお昼にあの野菜生活100カゴメさんの商品ちょっと飲んだりするんですけども、あの他の商品とか結構いろいろ飲んでやってますけど、やっぱうまいんで、結構その商品の仕上げ方がやっぱうまいんですよね。カゴメさん、その独特にどこどこさん何々って使ってるのを、まあ、見かけたりしますけど、やっぱりその風味をきっちりと残してますよね。まあ風味というか味というかね、そこはさすがやっぱりカゴメさんのすごいところだというふうに思います。今回も、まあ、正直野菜やなって思いながらでも、実は三重県産というかセミノールの、あの香りとやっぱりセミノールのほのかな酸味、爽やかさっていうのはちゃんとね生かされてるんですよね。そういう意味では他の野菜生活100というシリーズの中でも、これ自体をまあ選んでいただくと、これはこれでまた美味しいっていうふうにきっと思われるというふうに思います。これでまあ時間になかなかね、仕事が忙しいとか、なかなかご飯を食べる暇がない、でも栄養取らなあかんという時には、こういうカゴメさんの野菜生活、じゃじゃーん、これですね、100とこのシリーズを、まあ、飲んでいただければなと思うんですけども、でも野菜生活100を、あったからって思ったそこのあなた、ちょっと待ってください。その時は必ず
ここに書いてあります。早摘みセミノールミックスとセミノールで、なおじゃじゃん、ここですね、いえ、ここにいえ、セミノールの爽やかなと酸味ということで、この2位ですね、これを目印に買っていただければと。もちろん全国発売ということで、ちなみにですね、あの数量限定ということで、まあなかなかたくさん作って今回製造していただいているみたいなんですけども、まあ、それでも数っていうかね、数量限定ということで、できるだけお早めに今回かごめさんの野菜生活100三重セミノールとしようということで、こちらの方の商品をもう買い求めいただいて、ぜひですね飲んでいただければな、ありがたいなというふうに思います。以上、キヨタクがお送りしました。